皆さんこんにちはこんにちは。ちは三橋 TV のお時間ですこの番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私高家の後三橋貴明ですそして今回は特別ゲストといたしまして外国人犯罪対策講師の坂東忠信先生にお越しいただいております、はい、よ,ろよろしくお願いしますお願いします なにぎりバンド先生三橋 t ビ初出演なんですね。意外ですけどね。なんか一緒にね。別の番組とかやったりしてますけどもね。はい。なんか先日こちらのスパイスパイがタイトルなんですか。スパイがタイトルです。スパイというコホを出されたそうで。はい。こちらです。本物はね。い。なんかあの表紙見ると私がスパイみたいにしてますけどああの私自身はまああの外国人犯罪対策講師ということでもともとは えー、警察官だったんですね、はあ、で北京語を使って中国人関連の犯罪の捜査やったり、はい、取り調べやったりとかですねそういうのもやってあと本部員の時には通訳センターっていうところに所属してましたんで刑事さんの、えー、取り調べの通訳みたいな感じでやったり自分でやったりとかですね、うん、そういったことをやってたんですけども所属は公安というところにいまして、うんまあ、公安にもいろいろ部署はあるんですけど私は外事。 外事化っていうところで要するにそのスパイが入ってきたらそれを把握する、うん、<ー>誰と接触するのか把握するとまあそういう仕事もやってたんですよ中国語ペラペラですよね中国語の私の先生はあのちゃんとした先生じゃなくてはっきり言うと犯罪者が先生ですからあ<ー>あの金庫の開け方から人の,人の殺し方ばら <laughs> し方から全部北京語で教えてくれますんでですねだからあんまり綺麗な北京語ではないと思います、うんはい えスパイって入ってきた時にかかるんですか入ってきた時にはスパイも分からないように入ってきますよね。ですからそういった中でどうやってそれを見つけるかっていうのが大切なんですけども皆さん例えばあのスパイってイメージだとどうしてもスパイ A が引っ張られますよね。007007で,、ね、でねあ あの突然カーチェス始めたりとか、はい、打ち合い始めたりとかああいうスパイってないんですよ。と、うん、かあんなスパイだったら、うん、バレちゃうから私の部下だったら私が仕留めますよってそういうレベルのスパイが <laughs>、まあ、映画の中のスパイなんですけどただ、あのー、実際に皆さんの隣にもいたり、うん、あとスパイ活動する人っていうのは目立たないようになってますからむしろ敵国にまで入っていって協力者を作るぐらいの人当たりのいい人。 でいろんな知識があって信頼できる人誠実そうな人、うん、こういった人が。 スパイだったりとかするわけでら、ね、人間としての能力がめちゃめちゃ高い人ですよねそういう意味では。そうですね、はい、だからこれを見破るその外事の方も、うん、あのやっぱりチームワークでやったりとかあと顔に出ないとかですねいろんなところを求められてなんて言っても協力者がいないとスパイの情報も入ってこないですから、うん、協力者を作れるようなそういう人ってやこうあの当たりの柔らかい人、うん、これを求められてですねだからあの公安の部屋とかっていくとですね みんな普通のおじさんみたいな感じですよ。そんなにあのカリカリしてるような刑事官みたいなあのなんか殺気漂うようなねそういう感じじゃないです。すごい穏やかで何の部屋だろうなというような感じになるかもしれないですけども、その部屋自体は書のどこにあるのか看板はないです。ああなるほど。バレちゃ困るからバレちゃ困るから。あの書によっては私がいた頃はその書員でさえその部屋がどこにあるのか。 看板がないだけじゃなくて、うん、どこにどう行ったらそこにたどり着くのかわからないっていうところもあったんですよ。うん、えー、その部屋って定期的に移動するんですかいやもうその部屋は私はそういうあのものすごいあの機密性の高いところの所ではなかったんで池袋とか新宿だったんでですね、うん、ですから、まあ、あの部屋は移動っていうのはないですけども、うん、部屋の引っ越しですね。た、はいうん、ただ私の場合には北京語がででででききてましたんでできるんる あの,書の中で新宿とか池袋とかだと扱い多いじゃないですか、うん、中国人、ね、はい、ですから、えー、公安外事にはいても「ちょっとバンドを貸してくれ」って刑事課の方から来たり、うん、あとしゃ捕まえたら中国人だったんだって言って、うん、生活安全の方に行ったり、うん、いろんなことをやりながら行ってたんであの犯罪方面もある程度分かるという感じなんですね。<ー>はいところでこの五本の中でですよね 三月関係、まあハネームーンみたいなのもこう取り上げられていらっしゃいますけれども、はいはい、これはあのー、政治家に限らず、まずは政治家に接近するときに、うん、いきなり政治家の先生に体当たりで面会してくるスパイっていうのはないんですよそりゃそうですよね。言ったらまず向こうだって調べますからね。はい、でも例えばあのー、政治家の友達があのー、ねあのー、先生のファンがいるんですけども、はい、どうですか、はい、って言って。 連れてくるうん,うん。そういうようなことを考えると、えー、接近接近する対象とされる可能性のある人って結構いっぱいいるんですよ政治家の先生だけではなくて、はい、政治家の友達、はい、それから、えー、家族それから兄弟とかねうそういうふうに考えていくと、えー、政治部門だけであっても結構広がりますよね例えば三橋さんも私も あの携帯電話の中には政治家の先生の電話,が電話番号が入ってますよね。はい、ということは俺知り合いなわけですから、はい、それをどうやってこの人は誰とつながってるかがあの向こうで調べるかそれについては LINE を使って LINE の履歴なんかからも見たりとかですね、うん、まあそういう方法はいろいろこう取れるわけですしそういうことが今実際に行われていたとしても、はい、そういうことをやってるというふうに巻き込まれた人が言えないような状況を があったりとかすると誰も知らないと。それはなぜでしょうか。具体的に言うと被害を受けてその言うことを聞かされている人が例えばお金をもらいながらやってるっていうと、こればらされたらやべえよなっていうのがあるんで外には言えない。でもいやいやながらもやらなきゃいけないと。みんなあの北朝鮮系のやつもそういうふうにやるんです。最初はロシアもそうです。ロシア側からもあの日本人を使いますし北朝鮮は在日の朝鮮民族使ったりとかしますけれどもその中で。 そうですね。あの最初はやっぱり、あの対象に選ばれた人、面白そうだと思っちゃうらしいんですよね。<ー>うん、なんかスパイ活動、スパイっぽくて、面白いなと思ってたら、だんだんその。やばいリクエストが来るようになったりとかですよ。<ー>うん、共犯者にされていくの、ね。の共犯者にされていって、<ー>それで。例えばロシアの場合なんかだと、いやもうこれ本当にやばいから。俺やめたいんだと、うん、いうようなことを言うと、今度は。あの領事館とかね。 大使館の偉い人が来てあなたのおかげで私たちの国とあなたの国はバランスが取れていて平和が保たれているんですって両国の平和と発展のためにどうか力を貸してくださいって偉い人が来ると<ー>そうするとえ、俺そんなにすごいことしてたのとかなっちゃうでしょ<ー>それと同時に今度は 逆にお前こんあの今回のことがこれ外にばれたら大変なんだからって俺たちと一緒にやってることとか全部記録取ってるわけだから<ー>そういうことにならないようにしようよみたいな脅しも来たりとかね<ー>それでは抜けるに抜けられなくなっちゃうという感じなんですだいたい最後ってはあのーまあ、ずっと真面目に真面目にっていうかやってたとしても、うん、日本の公安って、あのー、スパイ防止法がなくても、はい、ちゃんと特定するんですよ。<ー> いろんなことやってますから、はい、まあ,あの言わないですよ、私は何やってるのかね、それ内緒だけども、うん、それで特定されると逮捕はされないです。けども、うん、そうするとあの協力者っていう日本人の日本人で協力してる人協力者ですね。これはまず確保されて、うん、お話を聞くようになりますよね。<ー>うん それによっていろんな不利な不状況が出てきますねいつ出頭してきてくださいとか言われると会社休んだりとかはい、はい、あれあいつ最近来ねえなとかそこから本人もものすごい圧迫になりますしあ,<ー>あとはあの外国のそういう機関の人たちっていうのは日本人の協力者がそっち側につあの警察の公安とかね公あのいろんな機関ありますけどもそういうとこでマークされてるなと思ったらさっと帰っちゃうんですよ。うーんうん 国外にあとかねあとひどい場合になるとあのし,ゃるのしゃべられる内容がやばいとなるとこれは他の外国ではあの消されたりとかね、うん、あの物理的に消されますからね<ー>、うん、日本の場合も消されてる可能性があるんじゃないのかなと思えるようなのがあったりとかしますけども、うん、でも消された痕跡自体を残さない場合もあるんでね<ー>、うん、だからそこら辺はあのー、はっきりとは分かりませんし。うん うん、分からないように向こううやるという感じですねでこちらの書籍の中で,ですかその松下議員の事例を取り上げられてますけれども、はいはい、これはこれはですね、あのー、松下新平議員ですねこ自民党の参議院議員、はい、今回もまた立候補しますけれども宮崎の方から立候補しますけどもね、はい、この方には本来奥さんがいて娘も3人いたんですよいたんですけどもそこにどうも中国中国系の北海道でナマコの販売をしている会社に勤めていた女性が、うん え秘書として入り込んでたんです<ー>でたすハニートラップってやつですかそうです<ー>、うん。ハニートラップかどうか、そこまでは、あのー、まあ、はっきり言うと、その現場がわからないと、ハニートラップとなかなか言えないん、はい、ですけどね。<laughs> どねなんか、すごい仲良くなっちゃって、で、お金は払っていないのに、秘書給与は出していないのに、秘書の名刺を作ったというふうに言ってますね。で、それを紹介したっていうのは、おそらくですけども、状況から見て、えー、皆さんも知って、 ている役者をやってる人なんですよ。これ、はいうん、あの中国人の役者で踊りが上手い人、はい、で、高、え、智、ー、さんという帰化、はい、人なんですね。でこの方は実はあの今その部署はもうなくなっちゃったんですけども、えー、解放軍の中のに在籍してた人で、えー、制服着て写真撮ったりなんかはしてました、ねはい、でその人がいろんなあの企業の人たちなんかに紹介をしたりとか、はい、議員とつなげて どうもそこに来たんではないのかなとは思いますけどそれは確証はないです人脈的に見るとそうなんではないかなとうそれ目的って何なんですかえそれはおそらくですねあの中国の国策としてここずっとやっている一帯一路これを日本国内において、うん、え推進するためだったんじゃないのかなというふうに思いますね<ー>うん、一帯一路って政府としてはもう全然乗っかってない バスが出るぞ乗り遅れるなって何回も言われながらバス全然出なかったり、うん、そもそもエンジンついてるのかどうかさえ分かんないようなバスなんですけどもこれを促進するために政府では動かないものだからいろいろな各議員であるとかまた各地方の行政単位の働きかけで各行政が勝手に一帯一路を促進のためみたいなことをちょこちょこやってるんですよ。まあそののの議員に対すする働きかけの一つがこの松下新平さんんだったんですね、はい 実際にどういうふうにやっていたかというと、まあ、こちらの本の中に、はいえー、書きましたけどもね、はいうん、最初はあの文化団体の設立分、あのー、その女性だけじゃなくてもう一人一緒に接近してるんですよ。うんうん、これは皆さんも「大河ドラマで多分見かけたことがあると思います<ー>という番組の中で中国人役で出てきた、あのー、中国の方なんですでいいただもう聞かしてるんですけどもこの方と松下新平さんとあとはその女性ですね。 えー、ハーリー・ホーンさんって仮名で言ってますけどもねその方の3人でどうセットになってたんじゃないのかなと思うこって<ー>でこの舞踊家舞踏家、えー、中国一級舞踏師とか,なん,かなんかそんな名前のねあの踊りがうまいっていう男性<ー>これが最初はその松下新平さんのところに接近していておそらく彼女を紹介したのはそれじゃないかと。でその後に、えー、日中 えー、日中魂剣道日中た日中魂 剣道対局クラブっていうのをん。何 <laughs> ですかそれは。<laughs> 魂がよくわかんない時。<laughs> そあの、対局剣と剣道を合わせたような何かを作ろうとしてたみたいでそのための立ち上げの、あの、何ですかね、この集まりを議員会館の中でやってたんですよ。<ー>議員会館の参議院、議員会館の中の道場みたいなのがあそこにあって、うん、そこでやってるんですよ。うん,うん。それも当然公費ですからね。あの、議員会館ですから。で、その後に、うん 今度は、えーそのえー、あの一帯一路を,です、ね、これを促進するための集まりをまた松下新平議員と一緒に開催して、えー、実際にそこで立ち上げるというような形にどん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 持ってきてるんで最初は文化的な交流という形から入っていきながら、はいえー、実際には一帯一路まで政治的になっていくとこねっってきちゃったということなんですね。うん そうするとそういう議員が増えれば一体一郎もいいんじゃないのかっていう話がだんだんこう出していけますよね。だもしかしたらもしかしたらもう何もおそらくその松下議員だけではなくてこういった働きかけを受けている人たち、うん、議員さんそれから地方の議員なんかも結構いるはずなんですよね。うんうん、それと秘書にはその国籍こう日本人じゃなきゃいけませんよっていう決まりがないので、はい、結構中国人とか韓国人とかですね。 あの日本にもろに敵対姿勢を示しているような国から出身している人たちの秘書っていうのは結構いるんですよ。うん、そういいったとところ私は問題かなと思いますねあとは経済的な面でも、えー、いろいろ、ね、政治的な働きかけだけではなくて、うんえー、中国がこんな日本の技術を狙ってますよっていうようなものがねちゃんと 項目にてててられているのがありまして<ー>これはあの経済産業省の方でも出てると思うんですけども、えー、戦略性振興産業重点生産品とサービスのサポート目録2016年版というのがあってですね、はい、まあこれが、あのー、しばらく使われてるんです何かって言いますと、えー、全部でその8つの産業、うん の中の40の,あの重点指針を定めて、うん、その中から4000近いこういう部品、こういうあの素材が欲しいっていうのを具体的に決めてるんですよ。<ー>うん、で、これを私もザーッと見ました。見ましたけども、はい、最先端技術なんで中国語で見て日本語が分かったとしても日本語がわけわかんないん。うんうん、専門家の人が見たらわかるんですけどもね。で、これが4000項目ですから。<ー>ですから、 ととなると例えば塗料一つ取っても、えー、布一枚取ってもこれがあの軍事転用できるとしたらですよ、うん、そしたらそれに関わるような人たちって日本国内にいっぱいいるわけですよそういう会社に関わる人たちがそういう人たちのところにも当然接近していってんだろうなというふうに私は思いますね、はい、すごいおばかな質問なんですけど、うんはい、えスパイの方ってなんていうんだ日本で言ったら公務員みたいな扱いなんですかはい、あのー スパイっていってもいろんな種類がいますんで、はい、あので人と人と接触するスパイとか裏方で例えば通信を傍受するとか、うん、あの専門的になると暗号を解読するとかいろんなのがいるわけですねですからまあそういった人たちはあの公務員の扱いになりますね向こうではうただそれが日本に入ってくるときはしれっと入ってきてますんで普通の一般の観光みたいな感じだったりお仕事で来てるビジネスマンとして入ってきて。 そ,うそれで、えー、日本の協力者を捕まえて協力させるうちに離れられないような状況を作ってまあ中国の場合だったら女の子といい関係になっちゃったり、まあ、女と限らないですけどもねうん、うん、そういう弱みを握りながらおいしいところも与えるそれで離れられなくなっちゃうというようなことがえ逆に変な話なんですけど日本からも海外にそのスパイを。はい 言ってたりするんですか。うん、それは内緒ですね。内緒で, <laughs> <laughs>、まあ、ですね。まあいわゆるでまあスパイっていうのはまあさまざまな形で浸透してくる感じですよね。はい、こう染み込んでくるって感じなんですけど、やっぱりこう今日本でそのスパイ防止法がないことが問題視されてますけど、これやっぱ問題でしょうねう。そうですね。だからスパイとか全然関係ないような話だとしても、それは非常にまずいところに行くわけです。うん、例えばですよ。一つあの本の中で書いたのはその四千の項目があるうちの一つで。 モーターホイールってご存知ですか。うん、モーターホイールって聞いても分かいタイヤのこれそう。タイヤの中にモーター入れちゃうんですよ。うそうすると<ー>その技術もう実は日本ではできてるんですけどまだ実用化はされていなくておそらくタイヤにモーターだから、うん、あの防水性とかいろんなあのし衝撃がどうかっていう問題があると思うんですけどねはい、はい、これが狙われているのの一つなんですね。<ー>これ実用化されるとどういうふうになるかというと例えば 人民解放軍の車に車というかジープみたいなね、はい、そういうのにつけられちゃうとまずエンジンジルームいいらないですよねそうするとエンジンルームの空いてるスペースに荷物を乗っけたり、うん、あとは兵隊さん余計に乗っけられたりとか、うん、あとは火器類ですね機関銃である武器とか、はい、そういうのを積んだりいろんなことができるのが一つ、うん、それと、えー、両方の車輪に動力を伝える このホーシングって言うんですけど横に伸びてるこういうのありますね、はい、これいらないですよねそれと縦に伸びてるやつシャフト、うん、後ろの後輪に動力を使えるやつこれもいらないですよね。はい、という風になるとあの下に本来だったら岩があった時にこのホーシングにガツンとぶつかったりとか、うん、シャフトを削ったりとかするようなやつもそのまんまスルスルスルっといけちゃうわけですよね、うん それとハンドル自身も自由が効きますんで横にこうこういったらこう進むとか頭を向けない状態でこう曲がるとかいろんなことができたりなんか地上のドローンみたいな感じですねそ地上のドローンみたいにあと超新地回転といって,言って、はい、その場でそれぞれの車輪を逆に回すとぐるーんとこう曲がるんですよね。うん そういったものすごい機動性ができてくると、うん、狭い道だったら本当だったらもうそれ以上行けないっていうところで行き止まりになった時にそこでぐるーんと回って出てくるとかですねそういう性能が向こうの軍用車に使われるとちょっとまずいわけですよね。うん、ですからその日本人ってどうしてもあのこれ国際貢献になるから、はい、あのこの技術一緒に共有して。 あの世界に役立てましょうなんて善意で渡しますけども、うん、その技術はもしかしたら将来的に私たちを殺しに来る可能性があるんですよ。はい、ですからそういったものに関わるその4000ほどのね技術に関わってる人たちっていうのを考えると日本人の誰もが接近工作の対象になり得るんです。うん、そこは怖いとこですね。うはい、そこをこうス,イスパイ防止法というのを、まあ、制定することによって どののぐらいのこうなんでしょう効果があるんですかね、うん、まずあの、どういうスパイ防止法を作るかという問題なんですけどね。まずえ、一つは、えー、ちゃんとスパイ行為というのを決めなきゃいけない。うん、私が提唱しているのは具体的には、えー、日本に優先して各国を利する行為とか、あとは日本をあの下げてしまう行為ですね。これは、まあ、のスパイ行為。 でえー、対象者としては、えー、国家または組織から、えー、国家的な組織だけじゃなくてもいいですよ例えば過激派組織から資金援助なりそれから精神的な援助なり何らかの援助を受けてる人これが対象で精神的な援助を受けてたってなんだよって思うかもしれないけども例えばあの原理主義者ですねこれはお金もらわなくても俺がここでこれをやったら天国に行けると思ってやるわけですから。 そういったあの、半分共信者みたいなね、何らかのその宗教の、えなんていうか教典に基づいて精神的な支えになって、それで日本国内でテロ組織みたいなことをやったりとか、情報を盗んだりとかするようなものであっても、組織性があれば、私は対象にすべきだと思いますね、うん。で、この人たちの、こういった人たちを捕まえた場合の処罰が一つ。それから、そういった人たちを見つけるための、日本国内での、 インフラみたいなお互いに例えばあの人以上の従業員100人以上の企業については必ず、えー、月に1回代表者を出して、えー、政府の講習に来てください、うんうん、でそこであのスパイを見つけるあの着眼点はこれとこれとこうですよとか、うん、あとは必ず皆さんの企業にはスパイ防止ウェアを、ね、あの入れてくださいと。うん でそれを必ず更新してくださいというのを決めるような、うん、そういったガイドラインみたいなものも私は必要じゃないかなというふうに思いますね。坂東、うんうん、さんがその今おっしゃってるスパイの定義って要は基本的に外国人なんですね。そと、ね、ういうことですね。外国人もそあの日本国内においては、うん、あのスパイ防止法というのはないんですけども、えー、特定秘密保護法というのがあるんですね。で皆さんこれれ勘違いいしていて特定秘密保護法があれば えー、秘密は守られると思ってますけどもまずそのためには特定秘密に指定されたものを盗まれないとダメですね。<ー>それと特定秘密を扱う人があの法律の中に決められていてそれはまあ公務員であったり、うん、それからあの政府に関連するような、えー、事業をするその業者が、ねうん、業者の中のどこら辺の人からはあの特定秘密の,あの取扱者になりますよとかあとそれを破った場合にはどうですよっていうのが 書かれてるんですあの中にはただそっからその人たちからもらった情報に関しては、うん、外国人の例えばその機関の人がそれをもらったとしても盗んだんならあの窃盗罪で行けますよ、うん、ただもらった場合にはこれ何にもならないです極端な話あの京都のお土産にほら忍者って書いてあるのあるでしょ、はい、ここにスパイって書いて帰り間際に「 交番にに挨拶に来て私、日本ではとてもお世話になりました。実は、あのーあそ、あそこの企業の方からこんな UBS b をもらっちゃって、この中にはものすごいあの面白いあの透明になるマントとかいろんな情報が入ってるんですよ。でもこれをお土産にしてもらあの持って帰りますので、日本では大変お世話になりましたって、おまわりさんにもお世話になりましたって、挨拶したとしても、捕ま,ね、捕まえられない。捕まえられない。逮捕する根拠ない。うん。あと特定秘密に えー、指定されたものを持っていくっていうことはそんなものすごい技術を作った会社って自慢しないですよね。はい、でその段階で持っていかれたらアウト<ー>、うん、そういった問題がまだまだあってですねあのスパイを捕まえるという点では秘密が漏れないようにするっていう点では一部聞いてますけども特定秘密方法は。うん、漏れちゃった後はもうどうはも,もうどうにもならないですねで日本は今何をやってるかというとそれを捕まええるためには例えば あの情報を盗んだっていう時が窃盗罪であったり、うん、あとはなんか書き換えたり情報を壊していったっていうんであれば、うんえー、電磁記録不正作出なのなんだのってありますけどもね、はい、それを利用したりとかしてますけども、うん、ただそれはあくまででの話ですね、うん、その持ってかれた先で例えば、えー、軍事転用されちゃったという場合には盗まれただけの話じゃないですから。 それが、その情報が、例えば USB 一本持ってったら USB の泥棒にしかなんないんですけど、うん、でも、それが向こうで転用されると、日本人が何人も殺されたりする可能性が出てくるわけですよね。うん、例えば、あの、極超音速ミサイルなんていうの、はい、日本でさえ持ってないのは、先に抜けちゃってあっちに行っちゃってるわけですよ。うんうん そういうような状況になってくると果たしてその情報を盗んだのが窃盗罪だけでいいのかか窃盗罪かだからあの各国ではまず G7 の各国では、えー、ス,パイスパイ防止法に該当するようなものを必ず持ってますそれと、えー、最高刑は無期懲役だったり死刑だったりとかうん、うん、当然入ってますでも日本は入ってる入ってないじゃなくてその法律自体がないんですよね、うん、ですから他の国にも当然信用されませんし、うんうん あのアメリカの方で、ね、あのエンティティリストっていうんですかあ,のあれの対象になってるようなファーウェイであるとかですねいくつかの企業日本国内では全然それを禁止をしないということで、はいうん、情報も抜け放題、うん、サンドバック状態なんですね。うんうん こういう話ってメディアに出ないじゃないですか、うんはい、あそうですね言われてみたらそうですよね、うん、確かに結構なんかスパイについても疎いしなんかあんまみんな危険視してないなって報道、うん、しないからみんな知らないですよねというわけでですね、まあ、この度ですねその、まあ、坂東忠信先生のですね、うん、新しい講座を経営科学出版からそのリリースすることになったわけですねタイトルは「坂東忠信の捜査ファイル」と。うん、はい そんな感じでやってまいいりたいと思います、まああのなかなか報道できないようなことであるとかですねスパイのお話だけではなくてその事件の裏側にあるようなものそれから陰謀論なんてねよく最近よく言われてますけど最近陰謀論じゃなくてもろ陰謀が露出してますんで陰謀ですらなかったりとかしま,す、ね、いまあかそんなお話なんかも、あのー、混ぜ込んでですね多角的にお伝えしてまいりたいと思います。 ということで、坂東先生の新しいコンテンツ、坂東忠信の操作ファイル、詳しくは、こちらから、こちらから見ていただければと思います。えー、今回はですね、めったに聞けない話を聞けて面白かったんじゃないかなと、はいはい、すごい面白かったです。坂東、はい、先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。なぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのか。 なぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのかなぜ先進国の中で唯一成長していないのか実は日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでしたそのような内容を解説した書籍が日日本のの没落を望む7人の反日主義者ですこちらの書籍は書店では購入できませんこちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね